ケートボーディングっていうのはやっぱりあの肉体と精神の融合っていうか、やっぱりイメージを形にするためには体をいっぱい使ってトレーニングしなきゃいけないし、でもそれはスポーツじゃない。そのインスピレーションから体の動きに行くまでをいっぱい練習してイメージして、でそれはやっぱり絵もあのインスピレーションとまず自分の体っていう道具、さらにブラシ、筆とか墨とかそういったものを使って自分の中のイメージにできるだけ近づけるっていうのはすごく、まあ、ほとんど一緒だと思います。やっぱりスケートボードは、まあ、僕スケートボーダーなんで、セミロングのクルーザーって今最近 あんまり出回ってなかったんで、それで思いっきりなんか街をクルーズしてスラッピーガーッと行きたいなと思って、でそれがあの、まあ、実際乗ってみてすごく調子良かったし、とても満足してます。20年以上の付き合いなんだけど、やっぱりお互いそれぞれスタイルは全然違うけど、でもすごく同じような感覚でやってるように思える時もあるし、もう長い長い、まあ、家族みたいな感じ。今回のプロダクトについてはあのかなり思った通りの仕上がりでとても満足してるし、あとそれ以外にもやっぱり、一つ一つのアイテムにすごいこだわりを持ってて、例えば僕らは絵描きであるからペンケースだったりとか、まあ、それに何を入れるかはお客さんの自由だけど、まあ、僕はいっぱい画材をいっぱい持ってるからそういうの入れたりとか、そういうのがすごく思い通りにいったと思ってとても幸せです。